はい、みなさんこんにちは今回は関数の極限の第二回目の話です前回扱った関数の極限と一部違ったものが登場しますそこを詳しく説明していきますねはい、タイトル名は関数の極限の基本括弧2となっています前回扱った関数の極限と今回扱う関数の極限 どこが違うのかみんな気がついたよねそうリミットの下なんですリミットの下が x 矢印無限大ねはい、無限大というのは1 0 0億とか千兆なんかでは効かないもっ,もっと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 大きい数を表す記号なんだよね x が x 矢印無限大の意味ね x 矢印無限大の意味は x がどん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 大きな値を目指して進んでいくという意味です x がどん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 大きな値を目指して進んでいったとき関数 fx の値は何を目指して進んでいくかを考えていくわけです前回の授業との違い分かったよねここなんです前回はここが x 矢印 a x 矢印 a ね a は定数だったわけです今回は a の代わりに無限大が登場しましたそして関数の極限ではねこのようなものも登場するんです x 矢印マイナス無限大ね マイナス無限大は負の無限大ねこれはマイナス1億とかマイナス1000億とかマイナス1兆とかそういうふうに負の数字なんだけども出てくる数はどん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 マイナスという記号を無視すればねマイナスという記号を無視すれば出てくる数は大きいんだけどその前にマイナスがついた数を表しているわけです x はどん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  マイナスの一億、マイナスの千億、マイナスの千兆ね、もっ,もっと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 小さい数になっていくわけです。はい、x がマイナス無限大を目指して進んでいったときに、関数 f(x) の値はどうなるかをこの記号を、この記号は x がマイナス無限大を目指して進んでいったときに、f(x) はどんな値に近づくかを考えているわけです。はい、長々とこの二つの式の意味の説明をしましたけども。 この二つの式の計算ではここからが大事なんですよ前振りが長くなったけどねこの二つの式の計算では何をやったらいいのかということはい、これなんですこのような関数の極限の計算では x 分の1や x 二乗分の1を作っていくんですいいですか与えられた式をうまく変形して x 分の1や x 二乗分の1を作っていくわけなんでそんなことをするのってことそれがこのポイントなんです ポイントの丸1はい、x、が1億1,000億100兆なんてどん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 大きくなっていくと x 分の1ね x 分の1の分母の x は1億とか1,000億とか1,000兆になるんだよ出てくる値はどん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 ゼロに接近していくよねそう x 分の1はゼロに近づいていくわけですそしてリミット x 矢印マイナス無限大の x 分の1ねはい はい、この、x、矢印マイナス無限大とは x がス1億とかマイナス1兆になるわけねはいマイナス1億分の1マイナス1兆分の1ね値としてはどんなも0に接近していく状況がイメージできますよねそう x 矢印無限大の時の x 分の1の極限も0なんですでは次 ② 番リミット x 矢印無限大 x 分の1を x 乗分の1にしても同じでしょう はい、ここの x ね1億にしてごらん1億の二乗分の1だよ0に接近していく状況がイメージできますねはいリミット x 矢印マイナス無限大 x 二乗分の1ねどんな値に近づいていくかなさっきのように x のところに x のところに、えー、マイナスの1億みたいなものを代入してごらんマイナス1億の二乗だよマイナス1億の二乗符号はプラスに変わって1億の二乗が分母に出るわけ0に接近していくのがイメージできるねそう この x 分の1は x 次乗分の1を作ってしまえば x 矢印無限大であろうが x 矢印マイナス無限大であろうがゼロに向かって突き進んでいくわけですはい、これが今日の授業のポイントになりますではそろそろ問題1に入っていきますねはい、問題1が出てきましたねリミット x 矢印マイナス無限大 x 乗たす1分の 2x を求めようですはい、x がマイナス無限大を目指して進んでいくわけです今日のオープニングのポイントは何だったかそれをちゃんと書いておきますね 1> 1 x 分の1はなんですなぜかというと x 分の1は x 乗分のにリミット x 矢印無限大がついた時ロに向かって進んでいくそしてこの2つの式にリミット x 矢印マイナス無限大がついてもゼロに向かって進んでいくわけです。この式がこの式を作ることができればポイントの、えー、オープニングのポイントのね 1> 丸一丸二の計算結果が使えるわけです。重要なのはこれを作るわけです。ではこの計算式から x 分の一は x 次乗分の一を作るためにはどうしたらいいかということなんです。はい、これ分数なんです。分数だからできることなんです。分母分子ね、分母分子を x 次乗で割ってやるんです。分母分子を x 次乗ね、ここであれっていう顔をしてると思うんだよ。なんで x 次乗で割るのって。 ここがここねここに x の2乗がいるよねここが x の1乗ねここが x の1乗ここが x の2乗ね x の2乗がいるからこの x の2乗で割ると x 乗分の1や x 分の1ができやすいんです次数の大きい方で割ってあげるんだよ分母分子を x 乗で割るんですでは白のチョークで回答に入ります 分母分子を x 乗で割ります4式イコールでスタートします はい、四式イコールリミット X や十字無限大入れたよ分母分子を X 乗で割ってるわけまあ分母から割っていきましょう X 乗を X 乗で割ると1だよねちょっと分数記号が曲がってるからまっすぐに引いておきますねはい。X 乗を X 乗で割ったら1だよねこのプラス1の1を X 乗で割ると x 上分の1です。はい今度は分子の 2x を分子の 2x を x 上で割ると 2x を x 上で割ると x 分の2ですよね。はいみんな気が付いたかな 2分の2ができてるよね。分母の x は分母の x はマイナス1億とかマイナス1兆になっていくわけ。ね。これ負の数字だけどゼロに向かって進んでいます。そしてはい x 分の2はゼロに向かって進んでいくのがわかるよね。x がマイナス無限大に向かうマイナス1億分の2マイナス1兆分の2みたいな形でね。 0に向かって進んでいきますそして分,、えー、分子は0に進むのが分かりました分母の x 乗分の1はこれは何に向かって進んでるかなちょっとこっちに出しますねこれも0に向かって進んでるのが見えてるでしょう x がマイナス無限大に向かうマイナス1億代入するマイナス1億の次乗分の1だよ分母はどん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 大きくなるよね0に向かって進んでいきます。はい x 2x 分分の x 乗分の1ができた そうするとここは明らかにゼロに向かって進む。この x 乗分の1もゼロに向かって進む。ということは結果的にどうなったか。分母全体は1たすゼロに進みます。つまり1に向かっているわけです。そして分子はゼロに向かってますね。はい。ゼロに向かって進む。1に向かって進む。この分数は1分のゼロに向かって進んでるんです。 ということは1分の0は0ですよねはい四式の極限はいいですか x 分の1や x 二乗分の1を作りさえすれば0に向かって進んでいく0に向かって進んでいくが使えてトータルして1分の0に向かっているつまり0に向かったわけですはい問題1は理解できたかな問題1の解説はここまでとします はい、問題二が出てきてますね。リミット x 矢印無限大 3x 乗プラス x プラス2分の 2x 乗プラス x この式のこの極限を求めようです。はい、今回の授業のポイントはリミットの下が x 矢印無限大あるいはリミットの下が x 矢印マイナス無限大でもいいんです。x 分の1や x 乗分の1ができればそれらはみんな ゼロを目指して進んでいくゼロを目標として進んでいくわけですよね。それがそれを活用したいわけです。はい問題一と同じようにこの問題も分母分子を x 次乗で割るんです。x 次乗で割るの x 次乗はこの式における x の指数の最も高いものが x 次乗だからなんです。指数の高いものが x 次乗ですね。最高時の x 次乗で割っていくわけです。では。 ここに分母分子を X 次乗で割ってと入れます分母分子を X 次乗で割って四式イコールで書いていきますよ はいでは分子の 2x 乗プラス x を x 次乗で割ります。この 2x を x 次乗で割ると2ですね足すことのこの x この x を x 次乗で割ると x 分の1ですね。 はい、そして分母 3++2 を順番に x 乗で割った式をゆっくりゆっくりと書いていきますよ。3x x 乗 x 乗で割りました次ここですね。最後はプラス +2 の箇所ね。 はい、影になって見えなかったら、いけないから。しっかりとこの式見てください。分母を X. 乗で割ると、分母を X. 乗で割ると。三プラス X. 分の一。プラス X. 乗分の二ですね。はい。問題のテーマとなっている。X. 分の一。できてますね。X. 乗分の一ではないけど、X. 乗分の二できてますね。そうすると、はい。こういうことが起こるんですね。 この部分はオープニングのポイントですね x 分の1ができれば x がプラス無限大にいってもマイナス無限大にいってもゼロに向かって進んでいくわけです。そしてここもゼロに向かって進んでいくわけです。これが今日の授業のポイントの、えー、実際のね番号で書くと 1> 丸一丸二になるわけですよね。x 分の1の極限はゼロ、x 乗分の1などの極限もゼロね。はい、ポイントの丸一丸二ね。オープニングのポイントの番号に合わせてここではポイント赤丸一赤丸二と入れました。そうするとトータルして分母は何を何に向かってますか？三足すゼロ足すゼロね。三足すゼロ足すゼロ。つまり三なんですね。 分子は何に向かってます。二足すゼロね。分、分子は二足すゼロに向かってるわけ。つまり二に向かってるわけ。はい、これが問題二の計算結果。求める極限は三分の二になっていくわけです。あれ。これどっかで見たことないかな。これの類題。そうなんです。実は以前数列の極限でやったことがあるんです。 数列の極限でやった時にはここの x が n って書いてあったんですリミット n 矢印無限大ねそしてここが x という文字式ではなくて n という分数式で書かれていたわけそう数列の極限でやった問題とほとんど同じタイプだったんですそこもしっかり押さえておいてくださいねでは問題二の解説はここまでとします はい今回のまとめをしておきます今回の授業のテーマはリミットの下が x 矢印無限大あるいは x 矢印マイナス無限大このような状況の問題が出たときにはどうしたらいいのかこのね x 矢印無限大や x 矢印マイナス無限大をうまく使うためにはねうまく使うためには x 分の1や x 乗分の1を作っていくんです その時ね、今回扱った問題一問題にはすべて分数式だったんです。すべてね、分母があって分子があるような式ね、そういう場合には x の二乗で割ったりして x 分の一は x 次乗分の一を作ったわけ。なんでこんなものを作るかっていうとここなんですね。x 分の一、x 次乗分の一でやろうと x がプラス無限大に行こうがマイナス無限大に行こうがね、x 分の一は x 次乗分の一ができればそれらの極限はすべてゼロだったわけです。 ね、このポイントの計算結果をうまく活用したいために x 分の1や x 乗分の1を作っていくわけですここをしっかり押さえといてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした